スタートしました。ウォッカもいいスタートを切りました。間からダイワスカーレット、ダイワスカーレットがまず行きますか。押して長さん、祭りだゴッホも前を狙っています。さらにはサンツェッペリンと行きまして、先団はこの4頭となりました。外から長さんかダイワスカーレットか、2頭がレースを引っ張る形で4コーナーカーブに入っていきます。2馬身差、祭りだゴッホ3番手に控えて、サンツェッペリンは4番手、その後ろコスモバルク、ダイワメジャー、さらにはデルタブルース続いていきました。4コーナーカーブからスタンド前に入って、今日も逃げます長さんが先手を取りました。リードを3馬身取ります。ダイワスカーレットは2番手に控えました。3番手に祭りだゴッホ、並んだサンツェッペリン、そして内に入ったダイワメジャー、コスモバルク、デルタブルース、好位を形成。中団グループその後ろポップロックとウォッカは今日は中団グループとなりました。ロックドゥカンブ、そして名将サムソンはウォッカの後ろにつけています。ハイヤーゲームがいって、レゴラス、インティライミ、最高峰2番のドリームパスポート、1コーナーをカーブしていきます。長さんが先頭です。長さんリードは2馬身と変わりません。ダイワスカーレット2番手の位置、3番手祭りだゴッホ、サンツェッペリンが3番手の外に並んでいます。かなりゆったりとしたペースになりました。2コーナーカーブに入っています。2馬身差、5番手デルタブルース、その後ろコスモバルク、ポップロック中段で、そのうちからダイワメジャーも中段打ち目。ウォッカはポップロックの後ろ、そしてポップロックの後ろが名将サムソン、内に入ったロックドゥカンブです。そしてインティライミ後方から4番手レゴラス、ハイヤーゲーム、ドリームパスポート依然最高峰で、向こう上面中間3コーナーカーブに向かいます。長さんのペース、ダイワスカーレット外に持ち出しまして、じわっと差を詰めて2番手の位置、マスリダゴッホ、サンツェッペリン3番手4番手、その後ろからコスモバルク、そしてデルタブルース、ポップロックがじわじわっと前に上がって3コーナーをカーブしていきます。ウォッカもじわじわ進出していきました。内からダイワメジャー、さらに間からロックドゥカンブ、名将サムソンは後方5番手の位置となりました。4コーナーカーブに入るところ、先頭長さんにダイワスカーレット2頭並んでいます。マスリダゴッホ3番手の位置、そして4番手内からスルスルダイワメジャー上がって、ポップロックは4番手、動いた動いた、ウォッカ動いていく、ウォッカポップロック並んでいる、その後ろから名将サムソンが並んできた、直線コースに入ります。さあ外からダイワスカーレットが祭りだゴッホ内をついて抜けている。祭りだゴッホ、祭りだゴッホ、そしてダイワスカーレット、祭りだゴッホ、ダイワスカーレット、ダイワメジャーが接近する。追い込んでくるのはロックドゥカンブ、そしてポップロック追い込んでくるが、祭りだゴッホ、祭りだゴッホ先頭、ダイワスカーレット2番手、なんと祭りだゴッホゴールイン。祭りだゴッホ得意の中山で祭りだゴッホ。